ジャック・マリタンはフランスの哲学者、シントマス主義者、1882年パリに生まれる。アンリ4成功を経てソルボンヌ大学で自然科学を学び、当時は唯物論者であったが、後にアンリベルクソンの刑事上学の講義を聴講し、影響を受け、個人的にも信仰を深めた。その後はその影響を抜け、 1906年カトリックに入信した。妻のライサ・マリタンも哲学者でカトリック教徒。1913年パリカトリック大学教授。1945年にはバチカン四国大使も務めた。著書は法律や教育や芸術など多分野にわたっている。法、政治、経済における自らの実践的な問題に関する立場を政治的ヒューマニズムと称し、 近代の生んだ理性主義、不価値論、個人主義、無神論を批判した上で、共通禅に基づく政治を追求しようとした。その思想は、雑誌、エズプリを創刊したエマニュエル・ムーニエをはじめ、多くのカトリックの知識人に影響を与えた。キリスト教的哲学論争では、これを肯定する立場からエキエンヌ・ジルソンと共に、エミール・ブレイエラと対立した。1961年、 アカデミー・フランセーズ文学大賞受賞。1973年4月28日、トゥルーズで死去。つまイエサは、1883年、ロシアのロストフに生まれる。ソルボンヌ大学でマリタンと知り合った。1960年にパリで没した。あるカトリック女性思想家の回想録を大いなる友情が訳されている。ありがとうございます。